はい、ちゃう。亀岡です。今日はですね、えー、5月の6日、火曜日からのですね、日本株を中心にした私の短期の相場感ですね。それから気になる金融と経済とビジネスの動き。そしてね、最後にですね、今日の気になる3銘柄ということで、明日動くかもしれないですね。材料が出た銘柄をご紹介していきたいなと思っております。チャートとともにですね。あとコメントでですね、2つ気になるコメントがありまして、ご紹介したいんですけども、一つはね、僕の右手が気になると。ま、あそんなね、ええー、 そういったコメントを頂い,いたんですけどもこれは右手じゃなくて、ね、右なんでね、えー、規制銃に今規制されてる状態なんで僕の意思とは関係なくですね動いてるんだということはね、えー、お伝えしておきたいなと思っておりますこの右はですね僕に今後の株の、ねえー、方向性だったりとか今、知らないといけないですね相場感そして金融資本勢力ですよ。彼らと戦っているこの右なんでね 絶対必要になりますので、まあ、その点は理解いただきたいということと、あとね、上岡さんのお最近の予測ですね、昔1年前、2年前と比べてね、あんまり当たってないですね、と。昔はよく当たってたのでね、えー、非常に良かったんですけども、って言ってね、てんてんてんっていうね、涙目みたいな形で、えー、そんな悲しいコメントもいただいたんですけどもね、これはね、逆のね、考え方もできるんじゃないかなと思うんですよ。むしろ、むしろですよ。 これまでの経験とか、ね、あとはそういった、まあ、相場での戦い方が通用しない、まさに下克上のね、えー、状態に突入するんじゃないかと思います。だから、この先こそが、えー、皆さんがですね、えー、そういった経験とか資金量に関係なく、本当の送り人を目指したりとか、私のようなですね、えー、相場経験が長いベテランに戦ってですね、桶狭間のように勝っていける相場なんだと。むしろ こういった局面じゃないとですね、本当の意味での億万長者とかと、送り人とかね、えー、株長者って出てこないんですよね。いわゆる平時と戦時。まあ今は上昇局面での戦時ですけども、一方でね、暴落局面も私はよく戦時と言いますよね。このようなですね、大転換が起こった時こそですね、今までの経験とかが通用しないので、むしろ皆さんにチャンスがある。と。もちろん僕もね、相、え、場、ー、歴25年のそういった、まあ、スキルとか、 まあ生かしてですねこの相場を泳いで、まあ、戦って利益を出していこうと思っておりますけどもそんな僕でもですね当然先読みここから先しにくいのでね、うん、別に僕だけじゃないですよ、うん、ほとんどのベテラン投資家が先読みしにくいと思いますよ経験を持っているですね投資家ほどですよこの先ちょっと分からないとなりますよね、うん、それはそうですよねだってこの先今まで過去に 事例がないわけですからね、ケーススタディがないと、コンサル用語では言いますけどね、大、え、体、ー、コンサルティングっていって、企業にですね、私たちの、私の実際の本業は、まさに戦略コンサルを商いにしてるんですけども、ほとんどはケーススタディなわけですよ。うん、飲食店、飲食店だったら、えー、座席数と回転数と、それに対するメニューのね、えー、得意性、そしてそれをどう PR 成果かによって、売り上げがこう変わっていくなと。 これは過去の経験則、つまりケーススタディから分かるから、それをソリューションという形で、えー、お客さんの痛みですよね。ペインに対して、当て、当てつけるって言いますかね。えー、ぶつけることによって、えー、化学反応を起こして、成果につながっていくわけですよね。同じような形で、えー、僕は株式投資、過去の経験、そして失敗ですよね。そこから得られた価値パターンをですね、再現性を持って行うことによって利益を出しています。一方で、この先ですよね。ね、右。 ね、この先ですすね、えー、やりり方は分かりますよもちろん、うん、スキル同じですからね、えー、扱うべきスキルも再現性もそこから見えてはくるんですけども2万今日ね、えー、3万2千を超えてきてその後三3万5千に本当に向かうんであればですよ僕のおやはりチャート上では過去お前例がないわけですよねケーススタディが生きてこないってことになりますから皆さんにむしろ僕を打ち負かすですね、うん、そういった勝機が あるとということになりますよね、うん、だから皆さんが本当にですね、そこを捉えることができたらですね、えー、これはその勝ち負けっていうものはね、資金、この移動していくわけですから、うん、私からあなたに移動していく、あなたから私に移動していくって中で相場で戦ってるわけですからね、えー、むしろこれがチャンスだと捉えていくといいんじゃないかなと思います。ということで、早速ね、ちょっと前置きがかなり長くなりましたので、本題に移っていきたいなと思うんですが、 まずは日経平均ですね。えー、693円高ということで、3連払して高値引きしたということで、僕は昨日の動画でですね、うん、おそらく前半ですね、上げ渋った後ですね、結局、ここはですね、3万2千円を突破していくんじゃないかと。そして、あらゆるメディアがですね、えー、33年ぶりの3万2千円をですね、ついに突破して回復したみたいな、 多分、うん、そこを流しますよ、ということを話しました。まあ、気になる方はね、昨日のレギュラーの動画を、といますかね、えー、見てもらいたいんですけども、週末編か、週末の動画をね、実際にそのような動きになって、33年ぶりのですね、3万2000円回復ということで、Yahoo ニュースの方にもおトップで出ていましたね。まあ、非常に日本株強いと。うん、だからこそですよ、うん、皆さんにもチャンスがあるし、もう過去のそういった経験とかですよ、うん 通用しないですよね。うん。ということになっています。もちろんね、うん。油断は禁物ですけども、このですね、えー、33年ぶりの大台。これもね、他のニュースでも出てましたね。同じこと、同じことがですね。えー、出ていますが。バブル後最高値ということで、えー、非常に強いですね。で、ファーストーリテイリングもですね、えー、大きく続伸をしまして、えー、あらゆるですね、特に日経平均のですね、代表銘柄が、 まあ伸びてますよね。僕の持ち株は待ち待ちです正直上がる銘柄は上がりますけども上がらない銘柄は死んだままっていうことですね死んだふりですよね <laughs> まあ本当に動かないと言いますか明暗くっきりしているんですがこの先わからないですよねまさにですねやはりここから先上がりきってしまえばですよ代表するようなですね、日経平均を 銘柄が、えー、その後はですね、僕は割安株とか、バリュー株とか、景気敏感株で、うん、まあ、そこら辺に放置されているような銘柄に資金が移っていくんじゃないかなと。それが間に合えばってことになりますよね。そこまで日経平均の強さがですね、続いていれば、そういったステージにいよいよ突入していくんじゃないかなと。ちょっとね、パルプとか、うん、紙ですよね。動き始めてますしね。うん、この辺りが景気敏感株と言われるんですよ。うん の底値にあるようなね、銘柄ってことになりますけども、動いてますし、まあ電力も僕が動くんじゃないかと言ってからね、ちょっと動いついてますし、あとはね、どの辺ですかね、非鉄とか、まあこの辺りが動き始めると、いよいよ全面高と日本株ですね、なっていくんですが、ただそこまで、まあ日経平均って言いますかね、日本株市場の強さが持てばということになりますけどね。うん、もちろん4万円まで行くことになればですよ それはもうあらゆる銘柄ですよ。それはもうマザーズも加えてってことになりますけども、すべて上がっていくということになりますし、まあ、その時は本当のバブルですよね。もうすでにプチバブルみたいなことになってますよね。えー、世界中のマネーが日本市場に流れ込んでるわけですからね。まさに今のステージはバブルボブルですよ。ね、バブルボブル相場と僕は呼びたいなと思ってます。あのファミコンね、えー、世代の人だったら知ってる通り。 むし,れはむしろこれはね、アーケード版が有名ですよね。僕もね、あの、まあ、本当に下町、北千住生まれなのでね、えーの、の、日の出町だったかな。よ、よくね、こうやって、昔は、こう、巨大団地があるわけですよ。下町の方に行くとね。まあもちろん都心にもありますけども。で、大体この巨大団地群の中にはね、えー、ピロティとか老人館とか、まあそういったね、いろんな施設が入っていて、あとお豆腐屋さんとかね、 かん屋さんとか、その中に絶対に駄菓し上がって、その目の前にメダルゲームとかね、メダルゲームとか、こういったアーケードゲームがよく置かれていたんですね。よくそこで僕も遊んだんですけども、で、このね、だいたい前が広場になっていて、これ約野球とかサッカーとかをやって、よく先輩たちにね、こう、選挙されるみたいな、選挙し合うみたいなね、で僕たちがまた、えー、年長組になると逆に占拠するみたいな。まあ、下町に生まれた人だったらね、だいたいわかるんですけども、そこに置かれていたアーケードが、 このバブルボブルでしょうね。もちろんファミコン版にもなってるんですけどもね、まさにこのバブルボブル相場が来てるんじゃないかと。うん、まあちょっと、えー、僕と同じぐらいの世代じゃないと全然わからないと思うんですが、まあそんな状態になってるってことで、さらにですね、キッシーなんか調子乗り始めてまして、このね、日本株の強さを後押しするようにね、むしろ上がれと。 いいう,うに祈っている可能性がありますます、あ、解散も近いかも近かしれ,な知れませんのでね、えー、日本をですね、GX 投資のハブにしたいということで、うこれ分かりやすく言うと、き詰めて話せば、日本を金融センター都市にしたいということですよね。これまでシンガポール、うーそれから上海とか香港とかにですね、後人を期してきたわけですよ。まあ、その、もっと言ってしまえば、えー、あ韓国にもね、えー、のソウルにも負けていたわけですから。日本の 金融センターとしてのですね、ポジションはですね、ただここに来て、まあ、日本株に追い風になってますから、うん、あらゆる面でですね、えー、その政策を行うことによって、 まあ、ハブにしたいってことですよね。わかりやすくと、金融都市としてですね、世界中のマネーが集まるようにしたいということで、海外資金をね、ここに誘引するってことを発表しました。惚れぶと方針を今回打ち出してきたってことなので、これは国策としてですよ。今後ですね、あらゆる省庁がですね、そこに向かって様々な補助金、助成金、特区ですよね。そして支援を行ってくると思いますので、これは別に騎士が ただ単に言っただけでは済まないですね。今後1年、2年、場合によってはスタートアップがね、今非常に活況を帯びてますけど、日本の場合はですよ、アメリカと違って、でここに来てね、まあ、増税も行われますけどもね、ストックオプションに対して、一方で法整備されて、まあ、減税も行わ,れ行われるんですね、スタートアップに対してね、えー、そういったストックオプションといって、まあ、有利に、まあ、節税をしながら、まあ、大金を設けられると、本当にやらしい言い方をすると、それがストックオプションなんですけども。 これがね、えー、まあ法整備をされて、まあ悪くない展開にもなり始めてます。まあこんな形で、まあ5年かけて、えー、この掘り豚が一度発表されるとですね、あらゆる、まあ、政策が打ち出されますし、国策になりますし、お金も集まってくるってことになります。実際にですね、この金融センター都市構想ですね、香港の代わりに、うん、僕はアメリカの後押しで、 このの東京が、えー、その中心になななるる可能性は十分あるんじゃないかなと思ってますもちろんアメリカは日本に力をつけさせることによってですよ、中国を封じ込めると。要は太平洋側にもっと分かりやすく言うと、まあ、ガムとかね、えー、ハワイとかの方に出させないと、うん。もっと言えば、台湾もそれによって守りたいと、うん。それがアメリカの国益だからですよね。何もボランティアでやってるわけじゃないんですけども、そのためには香港にある金融センターの機能を東京に持ってくると。うん いうことは、うん、国益にかなえますよねアメリカにとってはねもちろんですよこれは50年前いや80年前か、えー、日本も逆の立場の時にやられますよね、えー、日本を封じ込めるためにこの中国にアメリカは、うん、無,定無償のですね無償でもう無限像の武器を提供したわけですよね何ですかねレ,レンダリング法だったからさすがにちょっとお下調べしながら話せるわけじゃないので忘れちゃいましたけどもおレン レン,ドレ,スレンドレス法かなちょっとお、覚えてたらね、ここにコメント出しますけども、皆さんもね、えー、もしよろしければ、えー、コメント欄で教えてもらえたら嬉しいなと思います。でね、えー、さらにですよ、このモルガン・スタンレーはですね、えー、トップトレードの一つに日本株を推奨ってことでね、いやいや、続々来ますね、金融資本勢力さんってことでね、まあまさにバブルボブル相場ですよ。 バブルボブルスコーパ <laughs> まあね、気になる方は YouTube とかでね、えー、それ検索してもらえると当時のアーケード版とかファミコン版のね、えー、その動画見れますので、面白かったんですよね。しかもこう、対戦ができるんですよ。対戦というかね、2、えー、コンもあの一緒に使うってね、一緒に遊べるってことでね、えー、結構面白かったんですけども、 ただまあ、ここに来てね、えー、サウジアラビアがね、えー、原油詐欺者が2%今日急収した。また戻ってきたんですけどね。一とこコー状態になってますが、えー、したんですが、それはね、減産ですよね。石油の減産を確か発表した。で、同時にですね、ロシアであったりとか、イランも足並みを揃えてね、 今、減産を発表してきますよね。してきてますよね。まあ、当然、利益を確保したいですし、今ね、かなり原油価格下がってますからね、ここはなんとか、今の価格を死守しながら上げていきたいという思惑があるんでしょう。ただ、ただですよ、なかなかそれでも上がらないですよね。でも結構急進して、このままね、原油価格が上がっていくかなと思ったら、また腰折られてね、 元に戻ってきてきますのた、まあ、確かね、欧米諸国のヘッジファンドが空売りを仕掛けてるとも言われてますけども、あとそろそろね、うん、原油の事実っていう意味では、もう EV のね、自動車も欧州、中国、それから北米でね、えー、もうかなり法整備が整っててね、えー、これが、えーまあ、その普及され始めてますので、さらにね、日本が水素,水素ですね、水素自動車などを一般化してくればですね、えー、もしかしたら、 上がががりりにくくいいい状況が今後続いていく可能性がありますよねまさにさらにですね、ここから日本に、えー、世界のマネーが集まってきて、日本の技術革新がさらに高まってくればですね、今、いろんな、ね、企業が、まあ、日本電産、ちょっと名前変わりますけども、を中心にですね、例えばレアメタルを使わないですね、化合物とか、まあ、グラスファイバーとかね、いろんなものを作り始めてますよね。日本にお金が集まってくるってことは、それだけあらゆるですね、そういった、まああのー、開発がとかね、 特効技術ととかかがよりり推進されていくことになりますから、もしかしたらここからね石油を使わないさまざまな医療であったりとかねあとはそう医療ってこっちの服のことですね、うん、とか、まあ、工業製品とか生まれてくる可能性があります、まあ、こういうことをね僕は期待したいなと思っていますね日本でしかできないことですからね と思っていますが、まあこれらを含めてね、また、え、米国の先物も,もですね、プラス57ドルってことで上がってますが、さらにいいですか、えー、これはちょっと昨日の先物の,のやつかな。今日じゃないですよね。いや、今日か。あ今日ですね。さらに、いや、あまりにも上がりすぎてて、ちょっと自分の目をね、疑ってしまいましたね。さらに、今日693円高ってことで2、経営平均上がりましたけども、さらに先物が上がってましたね。 えっとプラスさらに207円高ってことで207円高で3万2400円まで今先物が上がってますよちょっとさすがに僕の自分の目を疑いましたが今そういった状況になってるってことでバブルポールですよこれはねいやすごいことになりそうですねでただね懸念点として1つだけね押さえておきたいのがアメリカのね労働市場ですね、えーまあ、何度も話してますけども雇用が悪くなると株が難聴になって そして失業率が急騰すると株価が急落しやすいというのが過去のアノマリー上ありました。まああるんですね。で、実際にですね、えー、利下げはそれを待ってから行われると思っていいんじゃないかなと思っております。つまり、失業率の急騰にをが起きてからですね、アメリカの FRB が利下げを決断すると、まあ世論に押されるようにですね、実際に今、そのね、えー、雇用が悪くなってきてますので、もしかしたら失業率の 急騰のようなものがですね、まあ、もちろん冬にかけてでってことになりますけども起こってくる可能性もありますので。 これはね、ちょっと要注意かなと思っております。で、それ以外にね、今日の注目3銘柄ってことでご紹介していこうと思うんですが、その前にですね、今、微考欄でここから1億円稼ぐと、僕は25年間ね、冒頭で話した通り、えー、株式投資をやっていますけども、そうした中で培ってきた戦略があるんですよね。その7つの戦略ってことで、えー、無料の動画をですね、えー、リンクを貼ってご紹介しています。またね、えー、今年の利益1月から7月までね、今1300万円ですか。 え、出ましたので、その理由とやり方ですね。まあ誰でもできる方法しかやってませんので、それをね、リ考ーランで紹介していますので、興味がある方は見てください。ということで、今日の一名柄目ですね、材料が出た順にご紹介していきますけども、まずは稲葉製作所ですね。今年の 今期ですね、形状を1.36%の増益ってことで情報修正してきました。まあ、いい決算内容なんじゃないかなってことで、えー、こちらね、IR 情報すべてホームページに出てますから見てもらいたいんですが、一方でね、株のチャートの方を見ていきたいんですけども、株価ですね、えー、トレンドは強く強く形成されてます。どちらかというと、もう25日移動平均線を下回らないっていことで、かなりね、うん、トレンドが、うん 出てるんじゃないかなと思いますが、まだね、前回高値もブレイクしていないですし、もちろんこの後にはね、えー、この先の高値もありますから、えー、ここからトレンドがこの決算を踏まえてですね、材料さ,されてさらに強く上がっていくと期待する投資家がいたらですね、ご自身で調べてみても面白いんじゃないかなと思います。 そして続いてはね、こちらですよ。アクセルですよ。ストップ高ってことでね、えー、素晴らしいじゃないですかと。メディアなりなりミックスのとかいろいろ書かれてますけども、まあ、今日これを紹介したのはね、確か僕はアクセスを紹介する、アクセルを紹介するときにですね、サクセスみたいな形で、つい先週ぐらいにね、皆さんにシェアしたと思うんですが、そこからね、ずっと急騰を続けてるってことでね、えー、確かドンピシャで紹介したのもこの辺だったと思いますけども、おお強いなということでね、まさに アクセル、サクセス化したのかってことやね。これ頭の方のね、えー、昔よく CM でやってますよね。サクセスみたいな形でね、いうことになってるってことで、まあこれもご紹介して、まあ興味がある方はね、さらに追跡して調べてみたらいいんじゃないかなと思います。で、あとはね、今日サウジがですね、えー、原産ですね、石油の発表をしたことによって、えー、インペックス、インペックスで合ってんのかな。うん が促進したってことで、まあもしかしたらね、まあ今日はでも本当に先物上がって下がったで、上がって下がってでね、いっとこうになってますけども、まあさらにサウジアラビアがね、えー、強気でね、さ,さらなる減産みたいなことを打ち出してくる可能性もありますし、まあそれ以外ね、ロシア、今イランとサウジという形で、まあ横一列にね、えー、まあ固く結ばれて繋がってますからね、うん、そのような形で、まあ需要に対して さらなる供給不足みたいなことを起こしてきた場合はです、ね、この石油関連セクターが伸びる可能性があります。ということで、ねまあ、今日は、ね、インペックスであってのかな、えー、促進したんですが、えー、またね、えー、高い位置になるわけじゃないと。さ、う、ら、ん、に石油関連は、ね、今までずっとお石油そのものが難聴だったのであまり高い位置にない銘柄もいくつかありますので、まあ、興味がある方はね、えー、そのセクターそのものを含めて 洗ってみたら面白いんじゃないかなと思ってます。ただ先物は行ってこいになっているということはね、押さえておいてください。ということでね、今日は以上になります。まあとにかくさらに先物が日経平均ですね、200円高になっているということで、 まあね、全、えー、株押しになってほしいなと思いますけどね。今かなり明暗が分かれていますから、うん、まあその日経平均を代表する銘柄だけじゃなくてね、うん、とは思っていますが、まあこの後ね、さらに上がるようなことがあれば、まあそうならざるを得ないとは思いますけどね、もちろんどこまで上がっていくかは、まあ、相場の神様しか分からないので、えー、しっかりと注意深く守っていきましょうということで今日は以上になります。高速で。